J リーグが新しいライフスタイルを提案するフライデーナイト J リーグ、残り試合はあと4試合。 J1 はいよいよ佳境に入ります。2018明治安田生命 J1 リーグ第31節、湘南ベルマーレ対清水エスパルスの一戦。ゴールキーパーが秋元で、3バック山根、坂、大野です。そして高山、さらには金子、菊池、そして岡本。ご覧のように山崎を前に持ってきて、山口、小川という、まあ、こういう並びが予想されます。監督は張貴樹。ゴールキーパーの六田、そして4バックです。勝田、ファンソッコ、フレイレ、さらには松原、おそらく河合、竹内のボランチで、アウトサイド金子、白崎、前にはドーグラス、北川という非常に怖い2人が入ります。監督はヤン・ヨンソン。守備のところっていうのは自分たちボール持ってないところのトレーニングなんで、はい、そこをしっかり高めていくっていうのはね、トレーニング。おっとキーパー反転しながらキーパーまでのシュートを持ってきました。やっぱ怖いですね、ドーグラスはね。怖いですね。湘南、高山持って、シュート完成だ。割って入っていこうというお得意の動き、高山。もうあれもフィニッシュで終わった方がいいですよ。ですね、高山らしさが出ますからね。自分自身が乗っていくためにも、やっぱりね、サイドから左サイドでカットインして、はい、利き足の右でシュートを打つというのは彼の武器ですから。さあ高山入れます。今度アウトスイング、ヘディング合いました、ゴール前、シュート、キーパー混戦の中足が出ましたけどね。いや入ったかと思いましたけどね、6段が抑えました。今のリプレイでもう一回見たいところです。混戦の中ボールが落ちてきました。最後は岡本ですかね。はい、これも入る、ストーンと縦に入る、シュート、キーパー。無回転か、それとも嫌なボール、菊池ですね。菊池ですね。30メートルぐらいあったと思いますけどね。いや流れた、シュート。ー最後は角角あたりか、それともポストか。いいシュートでしたね。バイタ ね入ったと思いましたけどね、見事ですよ、はい、これね。腰を溜めて打ってきました、坂。足元ボール取るのはこのやはりホームのベルマーレ。カットイン、渡す、もらって、ここくさび、シュートはどうだ、フィニッシュ。一番近いところに当たった、手に当たっただろうというアピールは取りませんか。今ハンドをアピールしましたが、今のシーンもう一度、明らかにこれをどう解釈するか。一つずつこう積み上げていって代表にやっぱり上り詰めていくんだと思いますからね、はい、うんうん、今日の試合ワンプレーワンプレーもやっぱり大切ですよ。ああいう大舞台でああいうプレーができるっていうのは本当にあの自信になりますね。いや自信になると思います ね本当ですよ。これ一旦外に出そうとしたんですが、ピッチの中にボールを入れ直しました。ヤン・ヨンソン監督どうでしょう。ちょっとやっぱりストレス溜めてますね。ちょっとね、はい、ちょっとピッチの中にあるボール蹴ってしまいましたからね。はい、体積ですかね。ヤン・ヨンソン監督は今主審に体積処分を言われたようです。おー、よくエスパルスが取りました。3対3ですよ。村田すごい動き、どうする。村田にドーグラスが中に、村田ワンタッチ入れる、ヘディング、つながって、頭、シュート、いいよ、ですかね、秋元ワンハンドでこれをさばきます。今のエスパルスのカウンター見ていただきたい。そしてここは頭、ここワンタッチでつなぎましたから、そしてボレー、マクボレー合わせましたね。ジャンピングボレーですかね。白崎ね、かぶせました。非常に低い弾道でなおかつ速いボールが来ました。する決定機、シュート、キーパー。何か吸い込まれるように6段の
守備範囲内に来ましたね。そうですね、今やっぱり中央からサイドに流れるようなボールで受けましたから、シュートコースはないんですよね、あまりね。クリア、なかなか試合を止めません。そしてこれタイムアップの笛です。結局試合終了、両チーム無得点、0対0のまま湘南ベルマーレ清水エスパルス戦が終わりました。